傷んだ爪をきれいにする方法をちょっとミキさんの手を借りてやっていきたいと思います。はい、全力でボロボロです。本当にネイリストさんってすごいと思う。怖くたね、この辺に。はい、こんにちは。リューデルマーケティング部開発チームのミナです。ミキです。今回は傷んだ爪をきれいにする方法をちょっとミキさんの手を借りてやっていきたいと思います。はい、全力でボロボロです。私ミキのですね、右手の特に中指、人差し指がひどいんですけど、もともとちょっと和紙爪がひどくて、でボロボロになりやすい2本になるんですけど、今日はこのボロボロの爪でも綺麗になるよっていう方法を皆さんに綺麗にしてもらいたいと思います。ボロボロになる理由はいろいろありまして、誰でもそうだと思うんですけど、一般的な方特にそうだと思うんですけど、ジェル綺麗についててもたまに剥いちゃうとか、あと爪をカリカリぼーっとしながら気がついたらボロボロの爪ほどどんどんボロボロにしていくっていう衝動に駆られることが多いと思うんですけど、多分私もどちらかというと綺麗な時はずっと綺麗で保てるんですけど、汚くし始めてそのままに地爪が出てきて汚くなってくると、ここの2本だけどうしてもいじくってしまう傾向がありまして、ここまでボロボロになりました。いい機会なので皆さんに綺麗にリュージェルの方を使ってしていただく動画にしたいと思います。はい、じゃあ早速綺麗にしていきます。今日は、まあ、ベースはこちらジルインベースを使っていきます。で、人差し指は長さを足すのでスカルプジェルを使います。最後にこの新しいカラーですね、はい、出た、ハブカ先生プロデュースカラーの Y の5番サビリキューという色を使っていきます。かっこいいですね。ではケアからしていきます。はい、はい、ケアをが終わりましたので、ちょっと爪を整えましょうか。はい、表面自体も傷がすごくあるので、うん、傷がついたままジェルのっけちゃうとそこから剥がれやすくなっちゃうんで、薄くなければある程度傷がなくなるぐらいまでやった方がいいですね。はい、だよね皆さん。そうだと思う。傷のままやると中浮きしちゃったりするんですね、うん、ジェルが。だからある程度薄くペラペラにしない程度に、うん、はい、私ね大変傷んでおります。なぜかというと地爪が出た状態で何日も過ごしていました。それは危ない、はい、長さ出しからいく。はい、じゃあフィルインベースをまず塗っていきます。フォーマルの4番で塗っていきます。じゃあまず少し取ってもらって、1回目はちょっと圧をかけて塗るのがいいんだよね。いいんですよ。感じでぐるっと塗れたので固めます。はい、つけますね。こんなもんですね。ちょっと和紙爪なんで少しフォームを上げ気味につけてもらいました。こんな感じです。きれい、きれい。続きまして、形整えます。はい、形を整えたら、
じゃあまず人差し指がこんな感じです。やっと戻った、戻りました、復活。中指のベースからいきますね、はい、ちょっとポコポコ若干してるので、うん、それをベースでちゃんとプルッとさせてあげます。はい、あ、ベース塗ります。横からも見ますね。ビルインベースなのである程度厚みというかもう形を整えちゃうといいですよね。はい、従ってる人じゃない。はい、ボコボコも治ったんじゃないでしょうか。はい、どんな動画見たいですとかコメントしてくれたら嬉しいですね。こちらの Y5 番をカラーで塗ってきます。大柄の6を使ってみたいと思います。ちょっと4より幅広の筆ですね。はい、入れます。はい、あー、いい色落ち着く。ミキさんが好きな色です。リュージェルで大人気カラーの310っていう、ディープグレージュだったっけ。もう何にでも使える色に近い、それよりももうちょっと濃い、グレーが濃いのかな、なんとも言えないくすみカラーで、一度塗りも綺麗ですね。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ二度塗りします。本当にすごいですよね、すごいです。だってあんだけボロボロのくすみがこんなに普通に戻るんだもの。本当にネイリストさんってすごいと思う。確かに。セルフジェウネイラーさんたちも動画見て真似してやってくれればそこまで難しいものじゃないのでできそうですしね。はい、二度塗りでこんな感じです。はい、最後はルーツヤノンワイプを塗ります。プルプルですね。プルプルですね。どうでしょうか、この傷んだ爪の代わりを。私こっちが急カーブしてるので手の使い方の癖なのか指がすごいひん曲がっちゃってるので、そういう場合爪を作る時にまっすぐするのがプロの技でもあるので素晴らしい。フォーアフターでこの辺に、はい、ビフォーを並べたい。最後までご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたらグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。お願いします。